届きましたか？多分今日発売日で、まあ、ほとんど皆さんのところに届いたかなと思うんですけど、裏面のメッセージは一人一人のことを考えながら、一人一人みんなへの、みんなにだけのへのメッセージなので、二人の内緒にしてもらえると嬉しいです。毛玉コンペイトありがとう。つけとこっかな。結婚して、ちょっともう今日はね、もうあと時間がないのでね、今日はちょっと無理かもですね。もっと朝とかならワンチャンあるんですけども、11時半夜やからな、こんな時間から結婚はできひんな。コンペイトありがとう。あやさんがショールームで月公演の見どころ、きょうちゃんって言ってた？え、ほんまですか？え、嬉しすぎるんですけども。コンペイトありがとう。コンペイトありがとう。ド派手すぎる、ド派手最高に大好き。ハートありがとう。コンペイトありがとう。だるまありがとう。あ、特典映像どうでした？ぼんぼりありがとう。めっちゃ可愛いこの瓶。リボンで、かわいい。お疲れー。ハートありがとう。結婚して、今日はねそんな気分じゃないんですよ実は。 だからちょっと結婚できないかも。すみません。そう、キティちゃん超可愛くない？ハートありがとう。ラブレターありがとう。もっと作りたい。他の子のやつ作ったら怒る。きょうちゃんだけでいいやないか。そんな気分じゃない。 そう、ちょっと結婚する気分ではない日もあるよな多分。結婚、毎日結婚できる気分ではないかもしれん。 確かにちょっとストレートやったな。もうちょっと頑張る。理由、ハートありがとう。理由、待って、1個思いついてたのに忘れちゃった。あれ、何やったっけ、忘れちゃった。なんか1個思いついたのに、断る理由。きょうちゃんのいっぱい作ってください。 ハートありがとう。コンペイト、ハートありがとう。ヤッホー。壊す。まあ、でもほんまに今日はそんな気分じゃないんですよ。ボンボリありがとう。今日も可愛い？今日はまつげがないです。まつげちょっとめんどくさかったからまつげはないです。ハートありがとう。コンペイトありがとう。そんな日もある、そんな日もあるんだ。ハートだるまありがとう。まつげなくてもかわいい。めっちゃかわいい。キティちゃんとコラボ、え、なんだ、スピンズのコラボはめっちゃかわいかった。最近キティさんコラボ多いですね。バブみ強くてかわいい。バブなので
コンペイト、サイリウムありがとう。なくても可愛い、優しいな。毎日甘やかされて生きていきたいですね。ハートありがとう。きょうちゃんあふれかえらせてくださいよきょうちゃんあふれかえらせましょう。バブなので。ハートありがとう。お疲れ様です。聞こえして。今日ね、髪の毛ボサボサ、見ての通り今日は髪の毛がボサボサなのでできないです。やっぱ結婚するときはしっかり可愛い髪の毛したいから、今日ちょっとボサボサなのでできない。あ、それえめっちゃ可愛い、あれ絶対買う。あ、何月？3月からかな。ハートありがとう。3月からか。スピンズってどこにある？わかんないな。名古屋ってスピンズありますか？え、見たことないねんけど、どこにあるんやろ。同じピン探す。ドンキで買いました。めっちゃ可愛い。キルティングです。サラサラのサラサラの日に求婚する。まあサラサラの日やったらワンチャンあるかも。今日は見ての通りボサボサなんですよ。アイロンやってないから。大須にあったけど、あ、そうなんや、見たことないぞ。そう、ドンキ3月15、あと2週間ぐらいかな。うん、それぐらい。え、買いに行こう。ハートありがとう。でもキティちゃんの服買いすぎて、なんかジャージ、キティちゃんのジャージばっかりになってる。一個めっちゃズボンの裾長いやつがあって、キティちゃんので、長すぎて一回も履けてなくて、でなんか短くするやつ買ったからやらないとあかんのに、めんどくさくてできひん。ハートコンペートありがとう。そう、リボンでめっちゃ可愛い。キルティングキティちゃん、キョウちゃんの特権届いた、嬉しい、楽しみに待ってます。パルコにあるんや。キルティングやねんこれ、めっちゃ可愛くない？だからひっくり返らさずにつけてる。可愛いでしょ。ほら、もう髪の毛ボサボサやからあかんねん今日。オーストラリア名古屋パルコにある。あ、そうなんや。え、見たことないパルコ、あんま行かんからかハート可愛い、ありがとう。きょうちゃん身につけてた、全部可愛い。きょうちゃんマジックということかに。二連キティちゃんです。ハートありがとう。え、なんかさ、今日昨日からさ、ずっとユニバに行きたくて、年パス買うか悩み中なんですよ。みんな年パス持ってる？ブラックコーヒーほんまに飲みたいねんけど、今日カフェラテに砂糖2個入れたけど苦かった。で、結構物によるかも。ひよちゃんマジックです。年パス持ってる？行きたい、今日かも。行こう。パルコの南館の4階。南館ってどれや？ん？南館、本館と東館と南館？え、そう、めっちゃ元取りやすい。多分2、3回行けばもう OK。持ってない？え、ほんまに年パス買いたいねんけど。でもやっぱ高校生の時と違って、あのゴンチャあるとこ、え、ゴンチャってさ、松坂屋でなくて、え、松坂屋でなくてね、行こう。キティちゃんつけたい。キティちゃんのカチューシャつけて、ひょちゃん、キティちゃん、ユニバのキティちゃんの美女が大好きやから、一緒に写真撮ってグッズいっぱい買いたい。
なんかいつもねユニバ行くたびにキティちゃんのグッズ買おうと思うねんけど、なんか荷物になるからやめちゃう。ほんまにユニバ行きたいねんけど、あそう高校の時と違って、あの年パス持ってる勢が減っていっちゃってるから、あんまり一緒に行ける人がおらんくて、それで買うか悩んでんねん。もうキティちゃんのカチューシャ欲しい。ボンボリありがとう。欲しい、キティに会いたい。ね、行きたい。3人で行こうね。コンペイトありがとう。え、一緒に行こうみんな。みんなでさ、キティちゃんコーデしていこう。今日かユニバ一緒に行ける友達欲しい。え、みんなね、あのお供してくれる、いっぱい写真撮ってくれるじゃ。ユニバ行きたいねんな。キティ様チャレンジ一緒に撮れへんかったの。その前髪クリップ、そう新作のやつ買おうか迷ってた。今日ねゲットしてきました。見てください。キルティングキティちゃんです。かわいい。カメコしてくれる。やっと何千万も取ってくれるって。荷物も持ってくれんの、ありがたい。あの時以来いてない。え、じゃあもうめっちゃ、もうちょいで2年ぐらい経つんじゃない。ボンボンリボンちゃん、今日かもね、ユニバめちゃめちゃ通ってたよ。早いな。じゃあみんなユニバ集合で。肩車、やった。ベビーカー乗りたい。ベビーカーめっちゃ良くない？かわいい。おそろしよう。今日一日ね、今日がほとんど寝てた。今日めっちゃ寝ましたよ。え、ベビーカーめっちゃ良くない？でもハロウィンの時期になったら絶対にユニバ行きたくなっちゃうから、今のうちに年パス買っといたらいいか。いや、行ける時買おう。なんかユニバ一回行くならワンデー買うより年パス買っちゃうかも。はい、いっぱい寝たんですけど、きょうちゃんやっぱり今日なんか暇なのって嫌だなって思いました。休み嫌いやなって。なんか予定のある休みは許せるんやけど、予定のない休みはちょっと許せない。プーです、プー。早くインスタしたいなって一日中思ってた。なんかね、今ね、可愛い写真いっぱいあるんですよ。だから早くインスタしたい。お願いします。ここで働かせてください。ここで働かせてください。ハートありがとう。そう、インスタしたい。左右コンペとありがとう。そうなんだ。ちょっとインスタしたい、ほんまに。どうしよう。もう今日がインスタしたいってずっと言って、もう2年経つんやけど、まだできてないちゃう。困ったな。
ね、個人の SNS って一番大事じゃない、正直っていうのをちょっと考えてました。どうにもできないのに。いっぱいいっぱい見てね。今日が今生きてる誰よりもインスタしたいと思ってるかも。もっと見てほしい。いっぱいね、写真があるんですよ、可愛いの。コンペイトありがとう。ぼんぼりありがとう、ハートありがとう。今日か明日は買い物する、多分。コンペイトありがとう。多分今日か2日に1回ぐらい言ってる気がする、インスタしたいって。え、てかさ、なんか TikTok 動いてない？びっくりしたんやけど。ハートサリウムありがとう。TikTok したいなぁ。個人。ハートありがとう。あ、あとみんなにライフハック教えてあげる。あのね、今日1日11時間か、まあ、10時間じゃ、なんか一回起きたけど、もう一回寝て、10時間か11時間ぐらい見た、で寝たんですけど、そうするとほんまに1日過ぎるの早いから、睡眠は取りすぎない方がいいよっていうことで教えてあげます。ハートありがとう。 TikTok 絶対かわいい。 TikTok やりたい、今日かも。研究生でもアカウント持たせてくれるとこあるね。あのさ、みんなインスタとかツイッターとか割としてるから見てる。いいなーって。ハートありがとう、ありがとう。勉強になります。よかった、ちみんなのためになれてるならよかった。今日学んだことを教えてあげる、しょうがない、特別にね。まあ、この配信を見てくれてるみんなに教えてあげます。あんまり寝すぎない方がいいよ。でも今日か昨日4時間ぐらいしか寝てなくて、それだと一日中眠たかったから、睡眠時間を短すぎるのは良くないよ。だけど10時間以上寝るのは逆に一日が短くなってしまうから良くないよ。私は6時間ぐらいがちょうどいいかなって思うよ。4時間は短い、しかし11時間は長すぎる。間を取ってください。8時間寝れたらいいんじゃないかな。みんな気をつけてね、寝すぎないように。寝すぎないように気をつけてください。ためになりましたよ。寝すぎない方がいいよ。7時間半なん？ちょっと計算が難しいな。7時間半。ハートコンペイトありがとう。うわ、今日早いな一日。ほらやっぱり短いんですよ、1日短くなっちゃうから。10時間以上はあんまり寝ない方がいいよ。寝すぎるとかえって良くないよ。福井？何してたの？福井は魚介が美味しいですね、海鮮だから好きだよ。ハートありがとう。昼寝はしなくてもいいよ。眠かったら眠い時に寝てもいいよ。眠い時は寝てもいいよ。ジェットありがとう。あと2分だ。
じゃあランキング読むよ。ハムシカが可愛いよ。これきょうちゃんのライフハックだよ。福井の場所わかる？あの兵庫のここ兵庫とするとこの辺、こういう感じですね。13位きょうちゃん、12位かまぼこ、12位は、で11位は見えない、見えないよ、見えないだよ、分かんないよ、アバターだよ。10位あれ変わったよ。10位はあ、12位ミキさんだよ。11位キョウちゃん、10位ハッピーさん、そして9位はキョウちゃん、8位はイチゴ、7位キョウちゃん、6位はウサギ、5位はキョウちゃん、4位はハッピーさん、カブトムシ、3位はペンギンさん、2位はキョウちゃん、1位はキョウちゃん。ありがとうございました。こんな髪の毛ボサボサだったけどありがとうございました。皆さん YouTube ショート見てたくさんコメント待ってます。ハッシュタグハピキョピティーンズで待ってます。いろいろ今日もありがとうございました。スクショしてもいいよ。今日は発売日だったよ。これからもいっぱい聞いてください。おやすみなさい。バイバイだよ。